アダムス A2Z ウェビナーシリーズ作業ロボットのモデルを作ろう。第10.1回を始めます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は第10.1回発展編その3の2ということですが、何ですかこれは。はい、すみません。第10回発展編その3として、MSC 個人も用いた連成解析について扱う予定だったのですが、ボリュームが多かったので2つに分けまして、 今回は後編ということになります。前回は非線形構造解析ソルバーマークとの連成でしたが、今回は熱流体解析ソルバー SCFlow との連成解析についてお伝えしていきたいと思います。まずは熱流体解析の必要性と MSCCOSIM を用いた連成解析手法について確認していきましょう。それから、 実際にアダムスモデルと SC フローモデルを用いて MSCCOSIM による連成解析を実行していきます。というわけで、まずは熱流体解析について確認していきましょう。熱流体解析、単に流体解析とか CFD と呼ばれることも多いですが、流体の流れや熱の移動を数値計算するシミュレーション技術です。 流体も熱も普段はあまりアダムスで使う機会がない要素ですよね。そうですね。空気の存在は無視することがほとんどだと思います。ただ、全くないわけでもなくて、こんなふうに男性体の分布力を利用して流体力を表現するアダムスの事例もあります。これは事前に CFD などで流体力の分布荷重を計算しておいて、 男性体の羽に発生すす。るる揚力や効力ややを時刻変化させるようなやり方です結構いい感じに見えますけど、この方法だと何か問題があるんでしょうかまず、発生する流体力が形状に依存するので、羽の形状が変わったら CFD の計算からやり直しになるんですよね。なので、形状変更したら CFD の再計算、そして男性体の更新。 それからアダムスへ男性体を反映という手順が毎度発生するので少し面倒かもしれません。あと気候と流体の相互作用が考慮できません。部品の運動によって流れが変化してその流れによって部品に加わる流体力が変化するという現象は表現できず流体から気候への一方通行の流体力となります。なるほど。 気候と流体の相互作用をきちんと表現するにはどうすればいいかというと、連成解析をやってみましょうということですね。気候解析と流体解析を連成させるにはとても難しそうですけど、できるものなんでしょうかはい。MSC コシムを使うことで、アダムスと SC フローを簡単に連成させることができます。ここからは m s c コシムがどのようにアダムスと SC フローをつなげるのかを簡単に見ていきたいと思います。まず、アダムスと SC フローでやり取りする情報についてです。アダムスからは変異を出力して、SC フローからは力が返ってくるような連線になります。ここで言う変異と力というのは、それぞれどんな変異でどんな力なんですか まず、アダムスから出力する変異ですが、指定したマーカーの位置と方向です。この情報を SC フローが受け取って、流れの中にある障害物の位置や方向を変化させます。そうすると、障害物に作用する流体力が計算できるので、その合力をアダムスに返すといった内容になっています。なるほど、割とわかりやすいような気がします。ただ、 ADAMS 側側でで指指定定すす。るマーカーーカのののの位置と、SC フロー側の障害物の指定のやり方に少し注意が必要ですまず SC フロー側ですが形状の面領域を指定することでアダムスへ出力する流体力を算出しますそしてこの面領域の中心位置を基準に合力が計算されてアダムスモデルのマーカーの位置に力が発生するという仕組みです ということは、流体力を作成したい部品形状の重心位置にマーカーを置いて、そのマーカーを指定しないといけないですね。はい、そういうことです。比較的シンプルな形状で、一様な密度のパートであれば、重心マーカー位置を使えば簡単です。質量や形状が CAD 由来であるような、形状の中心と重心の位置が異なる場合には注意が必要です。 流体力を作用させるマーカーは形状の中心位置で指定しましょうではアダムスと SC フローの連成モデルを作成していきたいと思いますまずは今回の題材を確認しましょうアダムスモデルはこのような見た目です動きも確認しておきましょうマグカップの中身をかき混ぜるロボットですね前回までよりもかなり小さいロボットになりましたね い,いえ、ロボットの大きさは変わっていません。カップが大きいんです。何ガロンのカップなんですかさて、アダムズ側のモデリング作業をやっていきましょう。流体力を受けるために G フォースが必要になりますが、その G f o r c e の位置を指定するためのマーカーを作成します。今回のモデルだと、スティックパートが流体力を受ける部分になりますので、このスティック形状の中心位置にマーカーを作成しましょう。 このモデルの場合は、スティックの形状中心と重心が一致しているので、CM マーカーの位置にマーカーを追加すればよさそうですね。そうですね。もし重心の位置が形状中心と違うようであれば、形状の中心位置にマーカーを作る必要がありますので、注意してください。アダムス側のモデリング作業は、これでほぼ完了です。あとは、MSC コシムでの実行用に、 ソルバーファイルを書き出してあげましょう。ここの流れは前回のアダムスとマークの連成と同じですね。はい。まずはダイナミック解析を実行するシミュレーションスクリプトを作ってあげましょう。それから、計算の実行形式をファイル書き出しのみに変更して、書き出されるファイル名も指定しておきます。あとはシミュレーションを実行すれば、作業ディレクトリに アダムスソルルバー用ファイルが書き出されますこれでアダムス側の作業は一旦終了ですね続いて SC フロー側のモデリング作業をやっていきましょう今回は流体解析用のモデルも作成していきますが SC フローのモデリング手法や操作についてはあまり詳しく説明しませんコシム関係のポイントを中心に見ていきたいと思います SCFlow のプリを起動して今回のプロジェクトファイルを開きましょうこちらのモデルはスティックに移動を与えることによってカップの中の液体を混ぜるようなシミュレーションが可能なモデルになっています試しに X 方向に一定速度でスティックを移動させてみるとこんな感じです液体に流れが生じていそうだなということはなんとなくわかります、はい、こんな風に まずは SC フロー単体でもある程度糸通りのシミュレーションができるようにしておくというのがとても大事ですこのスティックの動きですが10号格子を用いてモデル化しておきましょう重合格子って何ですか今回のように流体の中で固体が移動して流れに影響を与えるようなシミュレーションをしたい場合に必ず必要となる要素ですすごくざっくりと説明すると カップ内の液体のように位置移動しない流体メッシュとは別に固体のスティックとその近くの流体を表現する部分的な流体メッシュを作成してこれを重ね合わせて移動させながら流体領域の計算をするようなモデルになりますアダムスとの連成の場合は基本的に10号格子を使うことになると思っていただければいいと思いますではコシムに向けて作業を進めていきましょう まずは、条件設定をクリックしてください。解析タイプをクリックしましょう。回転、平行移動の要素移動と10号格子が選択済みであることを確認してください。それから、気候連成アダムスのチェックを有効にします。これは明らかに必要な設定ですね。そうですね。これを有効にすると、左のツリーに 気候連成の項目が追加されます。後ほど設定していきます。続いて、基本設定を表示してください。時刻を進めながら変化する様子のシミュレーションなので、否定常を選択しておきます。サイクルのタイプは、一定時間間隔にしましょう。終了サイクルと時間間隔の設定によって、 シミュレーションの終了時刻とステップサイズを指定します。今回、アダムス側で設定した終了時刻、ステップサイズと一致するように指定したいと思います。0.001秒間隔で5000サイクルと指定すれば、終了時刻が5秒になるということですね。その通りです。終了時刻ではなく、終了サイクルでの指定なので、気をつけてください。 続いて、要素移動をクリックします。今回のモデルでは、ムービングパートという名前で、スティックの周りの1合号格子を定義しています。先ほどの一定速度移動の定義がすでにありますので、これを修正しましょう。ムービングを選択して、編集をクリックしてください。移動タイプを気候連星アダムスに切り替えます。 力の算出を行う面領域ですが、今回のモデルではスティックサーフェスを指定します。あらかじめスティック形状の表面すべてを領域登録しておいたものです。この指定によってスティック形状の表面に生じる流体力が計算されて、その力がアダムスに伝えられるようになっているんですね。では OK をクリックして、これで要素移動の設定は完了です。 次は気候連成を選択してください。基本設定については必要に応じて変更してください。今回はアダムスと SC フローでモデルの原点を一致させてあるので特に変更の必要はありません。詳細設定を選択しましょう。時間方向の保管方法を今回は二次保管にしておきましょう。 それからバージョンを V2022 にしてください。このバージョンというのは何のバージョンでしょうか利用する MSC COSIM のバージョンです。今回は MSC COSIM2022 を使いますので、このようにしています。もし違うバージョンの MSC COSIM を使う場合は、該当するものに変更してください。 図化ファイル出力について確認しておきましょう SC フローのポスト処理用のファイルに図画ファイルというものがあるのですが全てのサイクルで書き出してしまうとファイル数や容量が大変なことになりますのでサイクル間隔を調整して出力間隔が適度になるように指定してください今回は0.001秒間隔の計算でサイクル間隔を10にしているので 0.01秒間隔での結果アニメーション描画が可能ということになります。それと、初期状態は出力するって押しておく方が、アダムスのアニメーションフレームと一致させやすくなるのでおすすめです。最後に、ファイル指定を選択してください。これは必須ではないですが、この後、SC フローソルバー向けに書き出すファイル名を変更したい場合は、ここで変えることができます。 プロジェクト名の内容を書き換えて以下のファイル名に反映をクリックすると出力ファイル名も含めて一括で変えられるので便利ですでは完了をクリックして条件設定は完了となります8分儀設定やメッシュ設定はすでにしてありますのでこのまま一括実行をクリックしてください解析実行が無効になっていることを確認して O、OK、K をクリックします。実行もクリックしましょう。これは今メッシュを作成しているんですか？そうです。メッシュの細かさやモデル規模によってはそこそこ時間がかかりますが、終了するまで待ちましょう。進行状況を示すダイアログボックスが消えたら準備完了です。プロジェクトのディレクトリに S P H ファイルと G P H ファイル あと、PPH ファイルが書き出されていますね。はい。SPH ファイルが解析条件のファイル、GPH がメッシュファイルですので、これらは解析実行のときに使います。PPH はプロジェクトファイルなので、SC フロープリで開けば、またモデル修正などができます。セットで保管しておくと間違いないですね。